ハクトビンゴ、夏、お笑い始めましたは、2018年7月17日から9月25日まで、日本テレビで放送されていた、HKT48 のバラエティ番組である。アビンゴ、ノギビンゴ、ケアビンゴ、STU48 の瀬戸ビンゴ、に続く、ビンゴ、シリーズの第5弾として放送されたバラエティ番組である。放送決定時は、ハクトビンゴ、 という番組名のみが発表されたが、初回収録、司会者公表時に、夏、お笑い始めましたという副題が追加されている。漫才やコント、フリップ芸など、本気でお笑いに挑戦することをテーマに、年末のお笑い賞ーレースにエントリーし決勝を目指していく。番組内のミニコーナー、HKT48 の笑い道は、未公開映像を含む完全版が、 動画配信サービスのフールーで番組と合わせて公開されている。コンテンツプロデューサーの毛利忍によると、この番組のテーマをお笑いにした企画意図は2017年の女芸人ナンバーワン決定戦座 W で AKB グループのメンバーが出場したことが盛り上がったので、これを丸々一本の番組にできたらという話から始まったことだったとしている。 レギュラー放送終了後の9月26日から10月4日にかけて HKT48 は東京、福岡で番組をベースにお笑いをメインとしたライブを観光。9月28日開催分を中心にライブの模様が CS の日テレプラスで11月17日未明にハクとビンゴライブ2018お笑い賞ーレース予選直前 HKT48 大 ネタ見世界ヒットソング祭り館全版スペシャルというタイトルで初回放送が行われた。放送期間中にどの賞ーレースへ参加するかに関しては明言されなかったが、後に同局の特番女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W へ HKT48 メンバーから9組エントリーしたことが明かされた。しかしエントリーした9組全員が 予選2回戦までに敗退という形で終わった。なお、この時点で番組の放送自体が終わっているため予選の模様はアビンゴーの中で放送された。レギュラーゲスト地上幅のみ放送局ネット配信ビンゴシリーズ。ありがとうございます。